行動するんですよ。アイテムも使うし雪も作るんで、このオーバーズボンで、これはソフトシェルなんですけど、ゴアテックスとかのツルツルのバリバリのこの今までのハードシェルって言われるやつはアイゼンとかで引っ掛けると結構破れるんですよ。ビリビリ破れるんで、なるべくソフトシェルを使ってる、これはソフトシェルなんですけど、ソフトシェルを使ってるやつの方が金物とかで引っ掛けても破れにくいというメリットと、あとはですね、ソフトシェルっていうのは風をですね 80% 止めて 20% 通すんですよ大体ね、そのものにもよるんですけど、そうすると20% の風がスースー通るんですよ。でゴアテックスのそのハードシェルと呼ばれてるラミネートされてるやつは、ゴアテックスがラミネートされてるやつは、100% 風を止めるんですよ。0% 風が通ってこないと。その代わり蒸れるんですよ。ここから中からもう抜けにくい状態なんで、そうすると蒸れて最初上りじゃないですか、山は。まあほぼ必ず上るんで、上りのその最初の運動強度に慣れてない汗のかくときに上るんで、汗をこうかいても発散しないからちょっとこうヒヤンとした状態、濡れてる状態で寒いとこまで行くんですよ。そうするとこの汗が冷えて冷たく、熱がこう水に対しては伝導するんで消えてくると。で、ソードシェルの場合は80% は止めるんだけど、今 20% 抜けてるから常に抜けてるんですよ、風が通ってるから。その時は寒いんだけど蒸れて汗かかないんで、ドライなまま風が通ってる状態だから、その水で冷やされてるってことになりにくい感じなんですよ。ソードシェルの方がで伸びるストレッチ性のがあるんで、ソフトシェルの場合は足上げた時も楽なんですよ。でこう逆に寒くなりにくい。でこのオーバーズボンの中は何履いてるかというと、タイツを2枚1枚の時もあるんですよね。その時の状況によっては1枚厚手1枚だったり薄手1枚だったりで、つば九郎行く時はですね大寒波が来てたら、厚手1枚とコロッケで、普通に中房まで歩くときはこの薄手1枚とこれを入ってるかな。で稜線を例えば頂上行くときにうわーっとこうもう吹雪でギリギリな風だったら全部入って、おそらく頂上に稜線を歩くっていう感じ。これ薄いのを履いて厚いのを履いてこのオーバーズボンを履いて3枚最大3枚で、上りはあったかいんでこの厚手1枚ぐらい寒波が来てる。今日はあったけえなっていう感じだったらこの薄手1枚とこれだけでいくかもしれない。風もないしポカポカ穏やかだよっていう感じだったら、でも途中で必ず稜線には出るから、そのこともちょっと考慮して、この薄手とこれはフリースですよね。パワーストレッチ、夏よりはちょっと暑いかな、ちょっと保温性のあるタイプですね。これも3番ですよ、さっきの茶色いやつと同じぐらいの厚さで、保温性があるタイプ。これポリエステルですね。で足は3枚なんですよ。そんなにこう足は寒さは同じなんですけど、そんなに寒さをこう強烈に冷やされても感じないというか、足の方が寒さに強いんですよ、人間の体は。という感じで、タイツが大事で、タイツでこう調整する。タイツ2枚で、昔はズボンの下に普通の夏用のズボン履いてるとかしてたんですけど、それも結構こうごわつくし、そのズボン自体はインナーで履くようには作られてないから結構動きにくくなったりとかずれてきたりとかするんで、もうタイツの2枚重ねの方がもう全然足。僕は履かないですよ。履いてもいいですよ。履いてもいいんだけど、それだと伸びないでしょ、ストレッチしてないでしょ、全然楽なんですよ。スポーツタイツ履こうと思ってるんですけど、スポーツタイツは逆に冷えるかな。冬はちょっとこうなんていうか、ちょっとこう圧迫して結構悪くする部分もあるから、ちょっと冷えるんですよ。夏は締めると良くないって。そうそうそう。なんでできればもうこういうタイツ2枚にオーバーズボンぐらいの方が本当はいい感じ。試してみるといいですよ。タイツ持ってればタイツ持っていってこのそのズボン履くとどうしてもずれてきたりとかするじゃないですか。足をずっと上げてると生地が伸びずれてきたりとかして、でもこう一番上に入ってればね常にこう休憩のために上げたりとかしてれば別にいいんですけど、でずれると足が余計上がらなくなるんですよ。股上とかずれるとこう足が上がらなくなるんで常にこうなんか重りを持たされてこう登ってるのと同じぐらいに体力の消耗というかが損する感じ、損してるぞって感じで、これなんかもうずれてこないんでこんなの体にまとわりついてて今でも履いてるんですけどずれてこないんでもう全然こう履いてないみたいな感じ、そのズボンのこの抵抗が全く感じないままこれにソフトシェルのズボン履いても全然快適に上がっていくんで足疲れにくいんですよ。その方が3日間だとして着替えて普通皆さんどうされるんですか？冬はですね、1枚ずつぐらい冬はですね着替えない、冬は着替えない、もう着替えないんですよ。靴下とか着替えように、靴下も着替えない、濡れちゃうとか濡れないようになるんですよ。で水がないんですよ。外的な水は汗しかないんですよ。汗かかないようにある。で汗ぐらいだったら乾くようにぐらいのレベルであるけど、雨とかで濡れるっていうことはないんですよ。いや氷と雪しかない場所で環境でに入るんで水っていうのがないんですよ。水の存在がない状況なんで、いや濡れないんですよ。もう外からこう濡れるっていうことはない。いくら雪が降っててもただ風でこう流されて通り過ぎていくだけだから、はい、その雪が当たっても濡れない。汗だけ。30日の日に中津山温泉に入った時は着替えるんじゃなくてお風呂には入るけどその今着たものをもう一回着てそのままでも下着とかだったら別に変えてもいいんですけど、その中津山温泉ぐらいだったらただ荷物になるだけなんで、で着替える必要はないんですよ。雑菌がいないんですよ。ばい菌いないんですよ。その寒さの中ではだから臭くもならなければ体に対してなんか悪いばい菌は何もいない感じ。その環境はね。そう荷物が減るから。でだからこれで着るんですけど、例えば中津さんに行くだけだったら多分これ1枚とこのフリース着てるだけとか多分そんなレベルで歩けたりとかするんですよね。そうすると他のやつは使ってないから次の日はまあ新しい状態なんでそれを着てれば、まあ、これ濡れたとしたら一晩中これ着て寝れば乾くんで。でも臭くならないんですよ。汗臭くは夏みたいに。夏は雑菌が湧いてその匂いが汗臭いっていう状況になるんですけど、着替え持たないで登る時も汗かかないように歩くから汗でびしょびしょになるなんてことはないように歩くんですよね。これなっちゃいけないんですよ。あと凍ってくるんで汗でびしょびしょに濡れちゃうと寒くなって凍ってくるんで汗をなるべくかかないようにゆっくり歩く。だから着替えないで着替えとしては降りてきてフロントドボンって入った後にやっぱり着替え欲しいなっていう、それはもう降りてきてからなんで車に置いとけばいいって感じですかね。持っていく必要ない。で中房でも預かってくれるんですけど、でも中房では入らないんでまだそこからもうまだ帰り3時間とか歩かなきゃいけないからそこで風呂入ると結構後がつらいんでもう降りてから車でそばを食べてでそば屋さんでタクシー呼んで。でそれで一回ここに来てで解散してから風呂屋さんに行くっていうイメージとしては、この中房温泉まで歩くところっていうのはアイスバーンでツルツルみたいなところはないんですか？ツルツルっていうところはないですかね。まあ雪があってもじゃあちゃんと普通に歩けるぐらいだ。でアイゼンつけた方がいい場合はアイゼンつけるしつけなくてもいい場合はつけなくていくしみたいな感じですね。はい。普段夏で着ている雨具のとは全然違うんです、はいはい。冬用のやつはですね、夏のカッパとはまた作りが違って、冬は雪とか氷との戦いというか、戦いのこれはスーツなんですよ。で、まず雨具のこの役割は雨が降ったら水滴を下に落とすと、玉にして下に落とすっていうのが。役割で水滴を残さないで全部下に落としてしまう。その代わりだからツルツルなんですよ。表面がもうできるだけツルツルにしてあると。でそのことによってこう水滴が全部こう下に落ちやすいんで、こう溜まってベターンと水がつくと結露して中が濡れてしまうんですよ。でそれを防ぐためにはこう水弾きよくしてるんですけど、で冬はですね水がないんですよ。で水がないからツルツルにする必要はないんですよ。でツルツルだと雪でこうスリップした時にスピードが速くつくんですよ。ツルツルだとね、カッパで滑るとスーってこうスピードがつくんですよ。よくブルーシートとかでソリにしてこう言っててもそうなんです。ツルツルなほど速くスピードがつくんですね。だから冬のジャケットはザラザラにな、要は滑りにくい素材を使っている。ズボンもそうなんですけど、まずそれが一つね。まずそれが一つで、あとはさっきの厚い手袋をしたままいろんなこのファスナー類を触るんですよ。ってことはポケットもで、ポケットにもいろんなものが、手袋とか替えとかいろんなものが入るんで、ポケットもでかい方がいいんですよ。だから冬用のジャケットはポケットが大きく作られてるんですよ。こんな感じ、ここに手袋とかいろんなものが入る、それで要は手袋、厚い手袋をしたまま中から出したりとかできるようにしてるんで、手袋ポケットがこんなだったらこれ入らないんですよ。もう入っても何もできないんで、グローブを取って何か物を出したりとかしなきゃいけないくなるんで、そうしなくてもいいように大きく作られてると、ポケットはね。で、まあ、手袋したまま全部操作ができるように、こういうファスナーのところにこういうものがついて、フラップはなるべく使えないように。フラップがあると結構こう手間がかかると引っかかるんで、手袋したままやりにくくなるんで、フラップもないように今は止水ファスナーっていうのがあるんで、そういうファスナーを使ってると。で次にさっきの凍傷とかもそうなんですけど、これだとですね、あとは今度はこのフードが違うんですよ。でフードがですね、冬用のやつはフリースが欲しいな。このフリース着て甘いな。フードが顔を全部覆いかぶさるようになってます。で出るのはサングラスの目だけ。要はこんな感じ。じゃあこの風が吹いても、要は全部こう顔を覆ってくれるんで、顔がこう風に吹きさらすっていう状態からこう回避できるんですけど、まあ、目出棒とかもあるんでこういう状況にするっていうのはなかなか少ないんですけど、でもこう例えば風が吹いてたりとか、わーっとこう横から強風が吹いてたりとかしたら、この前立てだけあるだけで、ここの凍傷とかがこう耳もそうなんですけど、その痛さから守っちゃうわけで、この前立てが結構重要なんですけど。一応は全部覆いかぶさるぐらいの大きさがあるというで、カッパはこういう作りなんですよ。こういう作りなんですよ。もともと顔が出てるんですよ、常に。雨しかないんで、その風土の違いですね。だから3つ、生地が滑りにくいのと、ポケット類、ファスナー類が使いやすくなってて、あとはこの前立てですね、フードが顔を全部覆えるようにできているというのが、冬山のジャケットを選ぶときはそこがポイントで、前立てはできるだけ高い方がいい。結構中には冬用っぽいジャケットでもそこが考えられてないやつはあるんで。もう選ぶときはもうこのフードのここの前立ての高さで合図を書くみたいな、そんなレベル。あとは大体もう見ただけでベッドはどうだったとかは分かるんで、その辺の使い方ですね。で上着に関してはそんな感じで、ズボンはもうソフトシェルに限るっていう。でそれにサスペンダーをついてればもう最高です。サスペンダーついてもずれないし、ずれないし、あれなんですよ。この上着をポケットにする、ポケットのところもこう後ろに回っていかないというか、風がここにあるから。